はい、本日はですね、日本一周した総額の費用はいくらだったのかということでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、僕2022年今年はですね、日本一周の全部の県庁所在地を回るって言って視聴者さんに会いに行ったわけなんですよ。で、視聴者さんと会えなかった県もあるけども会えた県もあって、だいたいですね47都道府県のうち、まあ、40前後はね会えたんじゃないかなとは思っております。なのでほとんどの県でね視聴者さんと会って、そのご当地の内輪話とかね、そのゴシップネタとかいろいろ聞かせてもらったり、おすすめの場所とかねいっぱい聞いたりはしたんですけども、じゃあいくらかかったのか、まあ、もしかしたらこれからね日本一周してみたいなと思ってはる方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、そういったところで、よくネットとかではね、なんかチャリンコで日本一周の費用とかバイクで日本一周の費用とか出てくるけど、あんなもん僕らの年になったら参考にならないんですよ。そんなことせえへんから、そんなことしたら足パンパンになってもう次の日は歩かれへんくなるから、そんなことしないんですけども、まあ、普通に車とか普通に新幹線とか普通に飛行機乗って行って、普通のホテル、つまりいいめっちゃいいホテルとか泊まらへんし、もうボロッボロのわけわからんホテルとか泊まらなくて、普通のビジネスホテル泊まっていったら大体どれぐらいかかんのっていうところをね、うちの優秀な秘書がいてます。うちの秘書っていうのは誰かというとですね、うちのお嫁さんなわけなんですけどもね、秘書にもしてみたり、副社長にしてみたり、嫁にしてみたりね、いろいろこき使ってるわけなんですけども、綺麗にこうやってデータでまとめてくれております。だからね、それを皆さんにご紹介していきたいなと思いますので、今回ご紹介するのはまずホテル代、そして、新幹線とかフェリーとかね、あと車のガソリン代とか高速代とか、まあ、そういったところのお金をご紹介していきたいなと思いますので、今回食費は入れておりません。なんか食費に関してはね、ちょっとまあ人によってだいぶ違うじゃないですか。で、まあ僕らもね、県によってはこのものすごい食費かかってるなっていう県もあったりするんですよ。っていうのも僕はあの安いものが好きなんですよね。基本的にラーメンとかそばとかうどんとか大好き。一食だいたい1000円前後で終わるんですけども、うちのお嫁さんがですね、好きなもんなんですかって聞いたら、お寿司、お肉という感じでね、あのまあ結構高級店をね上げていただくんですよ。プロ野球選手みたいな食生活してるんですけどもね、特に動きませんよ。あの食べた後寝てるだけなんやけども、まあ、それでも食べたいということでね、食費かかったりするんですけども、まあ、行ってない県もあったり行ってる県もあったりしたんですけども、まあ早速四国から見ていきましょう。四国ね、映像をこっちに流しときますけども、こんな感じでね、いろいろ行きやしていただきました。まずホテル代からいきましょう。高知、愛媛、香川、徳島ということでね、合計で 29,900円ということで、ホテル代がかかっています。これは僕一人でバイクで行ってるんですけどもね、これぐらいかかりました。っていうのもゴールデンウィークなんですよ。日にちが 5月1日から5月4日までのゴールデンウィークタイムやったんで、ちょっと高知が高かったと。で、他は安いとこ見つけれたんですけどもね、まあ大体ビジネスホテルで1泊5000円前後やから、まあ普通かなと思います。で、交通費って書いてるところに関してはですね、ガソリン代は入ってないんですけども、高速代ですね、大阪からの高速代と思っていただければ、まあ21,500円で、ガソリン代がまあ大体900キロ走って5500円ということになっております。ちなみにリッターは30キロ、そして1リットルあたりが165円で計算しておりますので、ガソリン代だけちょっと誤差あるかもしれないんですけど、それ以外は全部あのクレジットの明細見て出してますので、そんな感じで、四国旅行が 56,900 円という金額になっておりました。そして次ね、長野、新潟、富山、石川、福井ということで、ホテル代がですね、こちらズドンということで 37,980 円ということになっておりました。これは嫁も行ったんですけど、嫁と2人で行ってこの金額やったら、まあ1泊だいたい5000円ぐらいですね、5000円で、行けたかなと思います。あと、まあやっぱ高速代が高いですよね。高速代が大阪からやっぱあの長野まで行こうと思ったら1万1000円していたりとかして、合計まあだいたい3万円ぐらい、 29,250 円ということと、あとガソリン代が8000円で、ホテル代と交通費で 75,230 円と、この間ここでね、富山で寿司とか、回らない寿司ですよ、行ったりとかして、だいたいねホテル代以上はかかってますね。2人で、まあ、4、5万したんですけどもね、そんな食費なんか入れてとんでもないことになりますので、それは一体入れませんけども、そんなことはありました。僕はちなみに寿司よりもあの富山で食べたブラックラーメンの方が記憶に あるんですけどもね、そんなことがありました。だから晩飯はね、視聴者さんに出していただいた時もあるし、視聴者さんに出していただいてても結局その後嫁とは飯行ってるから、まあ、飯代はかかってきてるんですけどもね、まあそこは一回ちょっとなしにしましょう。次北海道。北海道はね、4泊してるんですけども、これはちょっとポップアップとかも兼ねて行ったんで、まあ、3万8000円とで、飛行機の往復代が4万3380円で8万1380円ということになっておりました。で、まあ、ポップアップの荷物とかは入れてますよ。荷物とかは入れると高いから、めちゃくちゃ高くなるから入れへんけども、まあ、そんな感じで、あと飯代がね、ここでも寿司行ってますけどもね、寿司は入れてません。で、次沖縄。沖縄が 2泊で1万4400円で、飛行機4万6460円、合計6万860円ということで、これはですね、僕の友達をね、僕の幼なじもね来てくれて、ドライバー役で来てくれたんですけどもね、まあ彼のホテル代とかも全部僕が出してるんですけども、まあ、それは入れてません。僕と嫁だけの分で、やっておりますし、あと青の洞窟ってマリンスポーツでね、
カヌーでこんなにして行ったんですけども、まあ、そんなんとかは入れてない。だからアクティビティとかメッシュは一切入れてないんですけど、まあ、ホテル代と飛行機代で、次は、中国地方ですね。一周ぐるっと岡山、広島、山口、島根、鳥取って言って帰ってきたんですけど、ホテル代が 68,140 円、そして、交通費がですね 23,370 円、これは高速代ですね。あの車で行ったんで高速代、ガソリン代が 7,500 円で計 96,010 円、まあ大体10万円ぐらいかなっていう感じですね。これ見てもらったら分かる通りね、車で行ける範囲とかやったら結構ね、まあ、2人で行って、まあ、4-5泊、約1週間ぐらいしても、まあ、大体10万ぐらいでね、ホテル代と交通費は賄えるんですよ。だからまあそこから飯代になるんで、あと飯は何食うかでだいぶ変わってくるけどね。やっぱどうせ行ったんやったらね、ケツケツしたくないじゃないですか。でご当地のもやっぱ食いたいし、でご当地のもんってなったらやっぱある程度値段はねしてくるんですけども、まあ、その辺は惜しみなく行こうということで、多分これより飯代の方が高いと思いますけどもね、行かせていただきました。でその次がですね、東海地方、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重って言ってね、ホテル代が 26,670 円、そして高速代がですね 24,110 円、これはですね僕一人で行ってるからちょっと安いんですよ、あのホテル代がね。そしてガソリン代が 6,000 円ということで、合計 53,880 円ということになっております。で三重はね、最後泊まらんとも帰ってきてたりとかしてるので、まあ比較的安く収まってると思うし、これは僕一人で行ってるから食費も結構安いですよ。だって僕一人の時はね、だいたいそんなええもん食わないんで、あ、岐阜で飛騨牛食いましたね。それぐらいかな、飛騨牛食ったぐらいとかで、まああとはだいたい視聴者さんに出してもらったりとかしてますので、そんなにご飯代もかかってないかなとは思います。だから10万は行ってないかなとは思いますけどもね。そして次、東北ですね、青森、岩手、宮城ということで、これ3県しかないんですけども、あのこれ引き続きまた続きはやってるんでね、まあある程度こんな感じかということで、ホテル代が 13,700 円、最後宮城泊まらず帰ってきたんで、飛行機代と新幹線ですね、でだいたい5万円、 49,680 円ということで、合計 63,380 円ということでですね、まあ、大体、東北地方とかやったら、まあ、10万円ぐらい一人あれば回れるかなということで、まあ、飯代は別ですけどもね、感じになってます。そして関西はですね、もうホテル泊まってないんですよ。もう家から全部行ったっていう感じになってるんで、ホテル代0円で、飛行機代とか移動代がですね、電車で移動してます。全部電車だから、あの普通の JR とか近鉄とか地下鉄とか乗って行ってるんで、5900円で、関西回れております。で合計5900円ということなんで、まあ、ガソリンとか使ってないんでね、そんな感じで回らせていただきました。でそこから九州ですね、あと残り九州と関東なんですけど、九州は大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎、佐賀、福岡ということで、ホテル代が 74,830 円ということと、あとは高速代ですね、九州一周の高速代がですね、2万円ということになっております。ジャスト2万円ジャスト。そしてフェリー代が上がってくるんで、フェリー代が、車と僕ら人間2人ねの行きと帰りで、行き帰りでまあ大体4万円ずつぐらいでね、83,020 円ということと、あとガソリン代7,000円入れて、まあ、合計184,850 円ということですね。まあ、やっぱ九州とか東北とかちょっと遠いところに行くと、やっぱり1人10万ぐらいはね、移動とホテル代だけでかかってくるかなと思います。でここでもね、お寿司とか行かせていただいたんですよ。あのうちの秘書のためにね、行かせてもらえたりしたんやけども、まあ、そういうの佐賀牛食ったりとかもねしましたけどもね、まあ、そんなんとこは入れてませんけどもね、そんなことで行かせていただきました。最後ね、関東は神奈川から埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、そして最後東京というところで見ていただきました。ホテル代が100,490 円。やっぱね、地方に行けば行くほどホテル代高いんですよ。でもなんでかっていうと、ないんですよね。地方にホテルがいっぱいないから、何個かしかないからすぐ高くなるんですよ。でも東京とか大阪とか横浜って山ほどホテルあるから、いくらでも安いとかあるんですけど、このボロさでこんな値段すんのっていうのが結構地方にはあるんですけどもね、まあそういったことで値段がまあ10万円ぐらいでしたと。で高速代がね 51,100 円と、そしてガソリン9,000 円、まあプリウスやから安いですわね、ガソリンはね。で合計が 161,540 円ということになっておりました。ちなみに東京はね、電車で移動しづらいんですよ。っていうのも、例えば東京あるでしょ、で東京から埼玉行くじゃないですか、でそっから群馬行くじゃないですか、で栃木行くじゃないですかって、こう回っていこうと、茨城行って千葉行ってって回っていこうと思ったら、電車が普通しかないんですよ。快速とか特急がないんですよね。だから特急乗ろうと思ったら東京、埼玉で一回また東京戻って群馬で、また東京戻って栃木
でまた東京戻って茨城っていう風に東京を全部経由しやなあかんから、もうそうやったら車で行こうって言って、まあ、車で行ったわけなんですけど、そんな感じで行きました。でついこの間ね、福島も行かせていただきました。福島はね、ホテル代が1万5千円ということと、あとはですね新幹線が3万6千円ということで、まあ、僕と嫁とね2人で行きました。で、まあ、福島でもね、お寿司を食べさせていただいたんですけども、福島は深海の魚が有名っていうか、美味しいらしくて、例えばヒラメとかね、そういうのが美味しいらしいので、そういうのいただいたんですけども、アナゴも美味しかったけどもね、そのお寿司屋さんがそうやったのかわからんけど、まあそんなことで行かせていただいて、あ、合計ね、合計いくらかっていうのを言うわけだ。合計がじゃあどれぐらいかかったのかと申しますとですね、ホテル代42万60円、高速代341,660円、ガソリン代とフェリー代126,020円、合計887,680円ということで、大体100万円近くというところが、宿泊費と交通費ということになっておりました。だからまあここにご飯代とか乗ってくるんで、まあご飯は興味ないよとかラーメンだけでいいねんっていう人は多分安いやろうし、まあ僕らはね結構これと同じぐらい多分食費かかってると思います。80万ぐらいは多分かかったと思うんですけどもね。寿司屋もやっぱええとこ行くとね2人で5万とかするんですよ。でそれ以外とかやったらね、さすがに俺金ないでって言ってね、次の日ラーメン行ったりするわけなんですけどもね、そうやって行かせていただいて、まあまだ秋田とか山形がね年明けに行きますので、まあ、そこはちょっといいとこ泊まろうかって言って、客室露天風呂でねこう外が見えるような感じで、部屋からいつでも風呂入れるようなちょっといいとこに泊まろうって言ってね、そこで温度検証もしようと思ってるんですよ。例えばこういったモンクレールとこうユニクロとかってね、どれぐらい温度違うんかなっていうね、やっぱ高級ダウンがちょうどありますので、ちょうど秋田とかやったら多分雪降ってて寒いじゃないですか。でちょうどいいなと思って、でまた温泉浸かるみたいなねやりたいなと思ってるので、結局やっぱ交通費とホテルでやったら100万ぐらいはねかかってくるかなと思うんですけど、まあ、逆に言うと100万円で日本一周回れるんでね、やっぱこんなアメリカとかやったら回れないですよ。100万程度じゃもうそんなもん回られへんけども、やっぱ日本一周全部回っていろんなもん食べたりしたらね、やっぱりめちゃくちゃ良かったです。頭で考えたり情報とかテレビで見てるんじゃなくて、実際自分が行ったらやっぱ匂いとかもあるし、その土地ならではのそういう信号が縦に向いてるとかね、北陸とかその雪積もるとか信号が縦であったりとか、あと鹿児島とかやったら灰が毎日こう降ってきたりとかね、で山梨とかね長野とかとにかく野菜がうまい、で北海道は飯全般がクオリティ高すぎる、やけども土地も広すぎて移動しづらいとかね、まあそんないろいろやっぱ行くことで気づくことってあったんですよ。だからもし仮にね日本一周してみたいなっていう方であればね、まあ大体100万円ぐらいあれば、ホテルとか交通費は問題なく行けると、あとはご飯代ね、自分はあんまご飯はかけへんねんっていう方だったら安く済むかなと思いますし、そのあたりはちょっと人によるかなと思うんですけども、ただ僕らこれね日程的にパッて見たらね、だいたい2ヶ月ぐらい休んで行ってるんですよ。で2ヶ月休んで行くってなってもこのハードスケジュールなんですよね。結構体力的に僕33なんですけど、あ結構ハードやなっていう感じだから、これ60とかなったらね、こんなもん2ヶ月じゃ絶対行かれへんから、多分倍ぐらい4ヶ月ぐらいかけていかんとねしんどいかなと思いますので、まあもし今ね行きたいって思う方がいらっしゃれば、その若いタイミングが今が一番若いですのでね、まあ行ってみたらいかがかなということで思いました。ということなんで今回日本全国一周回らせていただいて、まあ、いろんな方々に、お会いさせてもらってね、非常に楽しい経験となりました。まあ、これもね YouTube をやらせていただいてるからこういうことができますし、 YouTube の収益で生かしてもらったりとかできてるん でさらにねそこで会う方も全部 YouTube で知り合った方なんでね、まあ、YouTube 様々なんですけども、まあ、これからも頑張っていきたいなと思いますので、今回今年はですね日本一周の、目標達成ということで、皆さんのご協力で、無事達成することができました。ありがとうございます。また来年は来年でね、いろんな企画とかいろんなイベントとかまた考えていきたいなと思ってますし、今の段階でも動いてることもありますので、またお伝えしていこうかなということで、本日はですね日本一周企画の総額はいくらだったのかというのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。